インビンシブル級巡洋戦艦はイギリス海軍の巡洋戦艦。本級は第一海軍本部長フィッシャーの提唱する高速力は最大の防御をコンセプトにし、戦艦並みの攻撃力と巡洋艦並みの行動能力を合わせ持つ艦として誕生した世界最初の巡洋戦艦である。土球戦艦ドレッドノートの建造と並行して、 戦艦と同等の単一後継手法を備え、かつ速力において、それを量駕する大型装甲巡洋艦として計画され、新たに巡洋戦艦という艦種名を与えられた。本級の出現により、従来の走行巡洋艦は一気に旧式化してしまうこととなった。本級とドレッドノートを比較すると、 手法こそ2問少ないものの手法口径は同じで、機関出力はドレッドノートの約1.8倍で、速力は4.5ノット U であり、水線部装甲は約55%となり、巡洋戦艦の性格が顕著に現れている。常備排水量は800トン近く少ないが逆に、全長は12メートル上回っており、高速を出しやすい。 抵抗の少ない船型であった。本級の武装、装甲配置を示した図。船体形状は同時期のイギリス戦艦にも、イギリス装甲巡洋艦にもにつかない、朝鮮主労型船体である。艦首から新設計のマーク X30.5 センチメートル砲を連装砲塔に収め艦首艦板に一機その背後に司令塔を組み込んだ環境を基部に持つ、 開放型の三脚式前や穂柱が立つ。三脚章の背後に三本の煙突が立っているが、中央部に手法と二機がある関係で一番煙突と二番煙突は接近して立てられ、三番煙突は水によりに押しやられていた。関西堤は、甲板の各所に手法がある関係で、スペースが狭められ、 一番二番煙突基部の高所と水ん基部にところせましと並べられた。二番煙突の背後左右に二番三番手法塔が片原に一基ずつ配置されたが、前後にあやずらして配置したために左右方向への全手法制射が可能となっていた。原則手法塔の背後に三番煙突と後部三脚章を基部に組み込んだ後部、関西堤置き場があった。関西堤は2番煙突の左右についた、 クレーン2機と水ん基部についたクレーンにより運用された。後部関西艇置き場から艦板に1段分差があって、後部乾板上に後ろ向きで4番手法等が1機配置された。手法は新設計のマーク X30.5cm 砲を採用している。性能は重量 386kg の砲弾を、 最大行角13.5度で17,236メートルまで届かせることができ、射程距離9,140メートルで、原則走行269ミリメートルを貫通する能力を持っていた。この方を新設計の連装砲塔に収め、不行能力は行角13.5度、深く3度で、旋回角度は1番4番砲塔が、旋回守備線方向を0度として、 左右150度の旋回角度を持ち、原則の2番3番砲塔は180度の旋回範囲を持っていた。発射速度は毎分1.5発であるインドミタブルの原則砲向。このように砲塔を反対側に回せば、片減全力制射が可能であった特筆すべきこととして、従来のイギリス戦艦では、主砲塔は水圧で動かしていたところを、本級では、 砲塔の動力は電気であったことである。主砲塔の動力に電気を使用するのは、この当時として珍しいことではなく、フランス海軍では全旅優戦艦の時代から行っており、アメリカ海軍でも主砲塔の動力に電気を使用していたこともあり、イギリス海軍でも遅まきながら導入に立ったのである。砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填。 方針の上下動などはすべて従来の水圧式から電動式へと更新された。しかし、この砲塔は全くの失敗であった。方針の上下を行う機構は構造が華奢で故障を頻発した。また、電動式砲塔は既存の水圧式砲塔に比べ効果であることを理由として、イギリス海軍では既存艦の電動式への更新は見送り、今後も 水圧式を採用し続けることとなった。なお、本級の砲塔も第一次世界大戦前の1914年に水圧式に改造し、戦闘艦として実用として使用できるようになった。以後、イギリス海軍には電動式は鬼門となり、新戦艦の時代となっても、砲塔動力は愚か戦艦で使用される、あらゆる動力の電動機械の使用は他国に比べ、 抑えられた。複方はドレッドノートでは 7.6cm 速射砲のみであったが、本級では列強の水雷艇の大型化に伴って、複方の後径は 10.2cm へと増加され、新設計のマーク 310.2cm 法が採用された。この法は 14.1kg の砲弾を最大行革20度で 8780m まで届かせる性能があった。 旋回と不行と装填は人力で行われ左右方向に180度旋回でき、不行は行角20度、不角10度で発射速度は毎分8から10発だった。これを単走砲がで16機16門を搭載した。搭載形式は1番から4番手法登場に並列に2機で計8門、全部環境の側面に片元2機計4門。 後部見張り所に4機系4門を搭載したが、手砲登場に配置された副砲は一旦、手砲の発射が始まれば、爆風を受けるために艦内に退避せねばならず、実質は上部構造物に配置された8門が頼りとなり、それでさえ前後方向2門片言4門で頼りになる火力は既存の装甲巡洋艦よりもむしろ劣っていた。本級の防御能力は既存の装甲巡洋艦よりも、 劣っており、イギリス海軍最後の走行巡洋艦であるマイノーター9にさえ及ばなかった。マイノーター9の防御能力は、原則防御 76mm から 152mm で、推薦部は艦の全長をほぼ防御していたのに対し、本級の原則防御 152mm は、艦首から4番主砲等側面で、防御範囲が終了しており、完備は丸裸であった。また、 主艦舶は、マイノーター級は上艦舶25ミリメートル、主艦舶19から25ミリメートル、下艦舶19から51ミリメートルで、主防御範囲は最大値で101ミリメートルの合計圧があったのに、対し、本級の艦舶防御は64ミリメートルであった。主砲塔防御では、マイノーター級が203ミ、mm、リメートルに対し本級は178ミ、mm、リメートルで劣っていた。 なお、司令塔防御は、マイノーター級も本級も 254mm で互角である。本級の防御力は、対装甲巡洋艦戦闘においては適当で、フォークランド沖海戦で、ドイツ海軍装甲巡洋艦、シャルンホルスト級との戦闘において 21cm 砲弾の直撃弾を十数発を受けたが、致命傷には至らなかった点で評価できる。しかし、 対巡洋戦艦戦闘における防御力では、ユトランド沖海戦に参戦した時に、巡洋戦艦、リュッツ王の喫水戦火に2発の命中弾を出し、浸水により艦隊から落語させる戦火を出したが、逆に、リュッツ王とデアフリンガーと2対1で戦うことになり、戦艦級の30.5センチメートル砲を、右舷川主砲等に受けてしまった。30.5センチメートル砲弾は難なく、 主砲塔装甲を貫き、砲塔内で炸裂した。瞬時に、玉火薬庫が爆裂し、戦隊中央部から真二つに折れて撃沈されて、しまったことからわかるように本級の防御能力は、同格の巡洋戦艦戦闘において不向きである。なお、大水雷防御においては、ガリポリの戦いにおいて、オスマン帝国軍が付設した機雷を監修源側に、引っ掛けて触雷し、 2000トンもの大浸水をったことで、で評価できる。フォークランド沖海戦時のインビンシブル。急加速を行ったために、猛モーモうたる培縁を流している。本級の機関は、ヤーロー式石炭、重油昆虫水管管31機であったが、インドミタブルのみ、バブコックウィルコックス式石炭、重油昆虫水管管31機であった。 タービン期間は二軸並列型直結タービン2機を採用した。二軸並列型直結タービンとは、高速型タービンと低速型タービンを並列に組み合わせた形式のもので、高圧蒸気をまず高速型タービンに使用して、弱まった蒸気を低速型タービンに通し再利用する形式のものである。本級では、外軸に高速型タービンを 内軸側に低速型タービンを配置しており、低速型タービンには巡航用タービンを接続してあった。この組み合わせで左右に1機ずつ、計2機で4軸推進で最高出力4万千馬力で最高速力25.5ノットを発揮した。本級の機関配置は前日の通り線体中央部に主砲等2機がある関係で、機関室は 中央部弾薬庫で前後に2分されており、環境直下の全部弾薬庫の背後に、第1管室と第2管室、中央部弾薬庫を挟んで、第3管室の順番で、ュボイラー31機を配置し、第3管室と後部弾薬庫に挟まれるように、タービン機関4機を並列に配置した、機械室の順番で配置した。主機関は弾薬庫に挟まれており、 どちらに被弾しても二次被害は必死という危険極まりない配置であるが次級にも引き継がれた。戦訓により改装されたインドミタブル三脚章の上部に射撃式所を設け中央部に関西機施設を新設している。同系艦はインビンシブル、インドミタブル、インフレキシブルの三隻であり、いずれも1905年計画により1908年に竣工している。 インビンシブルとインフレキシブルはユトランド沖海戦に参加。インビンシブルはドイツ巡洋戦艦リュッツ王の砲撃を受けて降賃した。世界最初の巡洋戦艦が身をもってその脆弱性を明らかにしたことになるインドミタブルとインフレキシブルはその後装甲の追加装備などの対策が施された。二隻とも1921年に 解体のため売却されている。